半年でめちゃ強くなってる。半年も経ってなかったわ。阪神ファンが浮かれているのがよくわかる。チームが絶好調だからこうなるわな。休ませたい気持ちはあるけど、こんなに選出されるのめったにないし楽しみ。中止の振り替え試合で2日前に売り出して3万7000集めるだけある。投手は無理して投げるから嫌だな。これよくわからんねんけど、悔しかったら他チームのファンも情熱持って複数投票したらええやん。首位独走してるチームが出る選手多くなるのは当たり前やん。阪神ファンって野球好きじゃなくて阪神好きだからな。ドリームチームなんかより阪神が見たいっていう。ドリームチームは今年見たしな。微妙なやつは出ても他ファンから文句言われるだけだし、数日とはいえ後半戦に向けてゆっくり休養させてやれよって思うんやけど、違うんか。湯浅とかどう見ても去年の水準に戻ってないからな。